よし、出発だ。ベニー冒険団出発。冒険だ、冒険。姿を見せ理論の演劇。いや全力攻撃だ。射けせ。ほら。早く拾うといい。遠くに転がったら面倒だ。わかったわ。
挑戦。ここか。あっ、ちょっと。犯罪の名においてお嬢さん諦めなさい、降参しなさい。早く拾うといい。遠くに転がったら面倒だ。君が受け取れ。いいだろう。あ、ここか。冒険だ冒険。みんな俺が守る。分校君が受け取れ。挑戦。姿を見せ。さようなら。無駄な努力をやめたら。
まるで奇跡だ。諦めなさい、降参しなさい。いや、みんながそばにいてくれれば傷なんて。無駄な努力をやめたら。無駄な努力をやめて。断罪の名において。もらった。
ほう。よし、出発だ。
ながそばにいてくれれば傷なんて諦めなさい。夜の幻影強さに足らないわ。その命いただいたわ。
全力攻撃だ。もらった。
どうも総務省に書類を提出しないと。こんにちは。ああ、こんに、ん？そ、そうが、わかった。え？ああ、だが最近奇妙な、まあ、大したく、ある日、ただその昼、それから何日、もしかして、いや、入ったらもそのヒルチャールたち、しかもあのヒルチャール、そう言ったか、うん、その、ああ、この依頼、オイラたち本当に受けるのか。おい、オイラの、それに二人とも、お、そうか、これって投資じゃ、空中に浮かんでるし丸ごとさ、この都市を見てると何か、ほら、そうそう、こうなってくる、これは、ふん、まさかここで貴様たちに、久しぶりだな、ダイン。双眼巨炎、ああ、前回の、それにこのような偶然が目の前で起きた。貴様も思い当たる。ただ忌々しいことに、その後を追って俺も転移の扉、ああ、これも転移の扉がど、この世界にあるわ。前回貴様の血縁、周りには誰もおらず。そうだったの、ああ、それならすでにて、その別に隠す気などない。それはかつてカーン・ルイヤの栄光を浴びた称号だ。ただの皮肉、俺は国の滅亡を見届けた。どうやらお前の、俺たちは、あれは運命をも、際限なく仮に天意の網の推測、アビス教団、つまり、やめろって賢明な判断だ。ヒルチャールが寝泊まりした痕跡があるぞ。依頼？オイラたちは冒険で、その答えを、え、ああ、思い当たる貴様たちが、ここが呪、呪い、ああ、今この時も、そもそも俺もそれを解明したいと思う。ああ、そういうことだ。水面に映る自分の顔を恐れ、何しろ記憶の中の自不死の呪い、元に戻る不可能だ。ヒルチャールは呪いの力、まさか、雑談は終わりだ、敵だ。断罪の名におい、いいだろう、いや、影のカラスが、ゆ、三段、あれは、あれ、昔のこと、じゃあ先に進もう。どうした、見逃していた、待て、消えた、何なんだ、どういうこと、それにこの覚えのある、いや、先に進もう。その必要はない。うえ、カーン・ルイヤの、はあ、というか、だい、おそらく必然、ただアビスキュ、より古い、ここの建築物の、行くぞ、そこに、アビス教団、結
いただいたわ。はっ、あそこのツル、溺れそうじゃないか。試してみようぜ。動くな。うわ、くらえ。姿を見せよ。無駄な努力をやめたら。もらった。やはりな。あのヒルちゃん、これが俺のさっき言った老化ガス。でも、あ、黒じゃ、あいつ、黒じゃ騎士たちが引いた。ハールブダン。おい、と。そうか。これが真相ならば。ダイン。奴らがなぜここでヒルチャールを、黒じゃ騎士は。ただ義務を果たしているだけに過ぎない。今しがた俺も事態を把握したばかりだが、おそらく他の騎士に命令していたのはかつての宮廷親衛隊の若騎士。それって500年前の人なんだよな。カーンルイヤに再全ての国者騎士に通達しろ。確かに俺たちは宮廷親衛隊の肩書きを背負っていた。神々の力の前では理性を失い、この遺跡を最悪に見舞われたか。俺が聞く限り奴らの叫び、じゃあ聞き取りづらいが、俺には俺も認め、うん、おいらたち気に病む必要はない。一時とはいえ上に光が見える。君が受け取る。しているのか。そんなものを俺には不要。お、この早く行こうぜ。ふんだ。なら心配してやんないぞ。上を見ろ。池の水もラインは。あの池は都市村。そしてここにいると。城下？いや。それは、俺は理性を保ったままこの呪いと500年を共にしてきた。この呪いは世界の因果に俺には感じる。今にもこの呪いが末端にまで浸透。呪いによる体の位置、ここから感じる。そうなのか。あと、もう一つ。正直俺もあのような構造の装置は見たことがない。
俺に話。言っちゃった。ついてこいということだろう。そうだな。よし、あとを追ってみよう。この先に俺たち。ここにもかわいそうなヒルチャール部団が。どちらにせよ、このヒルチャールたち、いつもヒルチャールと、この箱ってヒルチャールたちが食べ物を保存するのに使うものだよな。中身はオイラだったら少なくとも。普通の日けど、もしかしてこいつらも本当に最後のと。こんな地中深くにどうして花が？亡くなったヒルチャールに手向けたのかな。言われてみれば、確かにどこかで見たことあるような。これはカーンルイヤの国花、インテイワットだ。かつてカーンルイヤの至る所に咲いていた。この花の開花期間はもともと2週間しかない。だが誰かに倒られ、カーンルイヤの土から離れると、その花びらの成長は止まり固まる。故郷の土に帰って初めて花びらは再び柔らかくなり、やがて塵となって枯れる。故にインテイワットは。あ、この花がここに。
王子様、ついに同意していただき、天理への対抗に傾倒するあまり復興という大事な使命を忘れかけていた。確かに殿下、賞賛はどの理論上で、いや俺たちも同じだ。尊厳なく生きるより、あの者たちは一刻も早く循環へと戻った方がいい。これ以上、そのご決断は教団にとって実に強固で、お兄ちゃん。何か見ていたようだな。何を見た？そうそう、なるほど、これが双子だけが持つ奇妙なつながりというやつか。今の話によれば、奴らは装置を利用して呪いを浄化しようとしている。おそらく先ほど見た装置のことだろう。それに彼は不完こなやつ、どうやら教団、何しろ国民なくし言ったはずだ。仮に強引だから理性、それに執着し感情を傾けすぎてしまえば、やがて奴らのようにそうなってしまう前に何の問題もない。だが貴様がどちらを選ぼうと、俺の心、そうか、どうやら初めて会った時にした貴様が本心を明かした以上、俺は今回アビスを止めるという目的以上に、ただハール・ブダンたちの意志、アビスはいつ現れるかわからない。油断せずに進もう。ここからでも、いや違う、まだ異変は続いた。ダインスレイブ、なんとも知れない。前回我々は伝説として、あいつらを、あのヒルチャールたち、もう引きます。そのくだらない、貴様たちの言う呪いの浄化、池の下にあったあの装置を使う。アビスが持つ技術を侮る。そのような強引で短絡的な手法、やはり貴様たちを買いかぶりすぎていたようだ。止められない。よし、出発だ。全力攻撃だ。通じるわけに。理論の演劇は終焉の審判。世界は必ず。雑談している。水の浄化作用を増幅させている装置だ。それを
すれば貴様は。消えてしまうものかと思ったが、ハール武団の魂がこれほど邪魔者め、去れ。ダイニングスレイブ、奴を倒した。誰だ？姿を見せよ。諦めなさい、降参しなさい。聖なる恩行為だけ。恩恵をその身に。アビスの光よ。偉大なる職よ。またかわせなかった。無駄な努力をやめてね。進化を遂げよ。せえへえ、素晴らしき真理。みんなは俺が守る。唯一の境地。いいだろう、強制の神聖なる恩恵よ。進化を遂げよ。扉はお前のために。どうしよう。あのアビスの司祭を倒しても装置が止まらないぞ。ハール武団、あいつの献身。天意の扉と周りの光は見たか。奴はおそらくあのアビスが夜の権限もらった。ここか。三段全力攻撃だ。せえ、諦めなし。姿を見せよ。強制に足らないわ。
降参しなさい。お嬢様の仰せのままに。またか。もらった。